すいません。そう。落ちてんの。あ、すみません。うまきちです。皆さん、こんにちは。びっくり、落ちてんの。いい？もういい？あ、じゃあ本番ね。はい。うまきちです。よろしくお願いします。ちょっとね、汗が止まりません。今回ね、函館記念、G3 ハンデ戦をね、予想していきたいと思います。ちょっと慌ててたんでね、すいません。用意しなかったです。函館記念はこちらですね。ハンデ戦なんでね、なかなかこれ、一番人気がね、これ7連敗中なんです、このレース、実は。だからこれ、なかなか難解なレースなんですけどね。私はね、あえて、この牝馬のバウンスシャスよ、これ軸に。3連服で、生かしてない。オーコスね、何気にこれ3着なんです。知ってました皆さん。知ってるよね。知ってた。で、こいつをね、軸にして、そうですね、2番人気ぐらいになる、そのアドマイヤ大使。ね、それから2走前のね、ミヤコジステークスをレコードで買ってる、これ。グランデッツァ。で、あとはね、このゼロス。こいつがね、逃げてくれたらね、面白いんですね。でも54キロなんでね、今回。面白いかもしれません。そして、このステラウィンドですね。これがあんまり人気ないんです、今。ね。しっかりね、前走一番人気で買ってますし、ね。こいつが入ってくれれば、こう面白いかなっていうところですね。そして、今週の注目馬のコーナー、デデン。ステラウィンドです。函館記念にも出走します。ステラウィンド。こちら、三浦康生騎手。なかなかね、重賞勝ちきれないイメージあるんですけどね、ここらで一発ね、勝っていただいて、殻を破っていただいてね、嫁さん大事にしちゃってください。星野脇さん。ね、目押し。そういったところでね、函館記念、予想いたしました。こちらは日曜日なんでね、レースが。一日空きますけども、まあ、またいい知らせができるように、皆さん頑張って予想して、競馬ライフ楽しんでください。それでは、うまきちでした。